京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対埼玉西武ライオンズ、この試合の模様をお送りいたします。バファローズの先発は右の山岡、対するライオンズの先発は右のニール。この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。右の山岡マウンドに上がります。期待しましょう。注目の投球です。さあ注目の立ち上がり、トップバッターは鈴木。背番号46。さあ5球目、149キロ直球、空振り三振。ワンアウトランナー一塁という場面で森。背番号10。第3球を投げました。打った、痛烈な当たり、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。バファローズまずはゼロに抑えました。ライオンズ追う展開で迎える2回です。ノーアウトランナー1塁という場面で外崎。第3球を投げました。打った、右中間へのフライですがライト前進、掴みました。ランナー1塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。中村武也、背番号60。第4球は引っ張った、レフトへ飛んだ、レフト交代、ヒット。山川三塁を狙う、山川三塁でストップ。中村いいバッティングを見せました。バファローズ逆転のピンチを迎えます。背番号1。第4球を投げました、低め、空振り三振。ランナー2人を置いて迎えるバッターはスパンジェンバーグ。背番号22。投球これから2球目、打ちました、これはショート正面、ショートこれは守備範囲内、一塁アウト、これはアウトです、スリーアウトチェンジ。最後はいい守りを見せてくれました。さあ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で西浦。第9、インコース高めいっぱい、ストライク、まずは見送りました。第2球投げました、インロー、高速スライダー外れてボール。第3球は打ちました、いい当たり、セカンドライナー、これで2アウト。ライオンズ追う展開で迎える3回です。ワンアウトランナー1塁という場面で源田。第4球は変化球、空振り三振。バッターは3番森。第9、打ちました、初球打ち、これは内野ゴロ、足立ボールを取る、ショートから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー鈴木残塁に終わりました。3回の表が終わって1対0です。ライオンズ追う展開で迎える4回です。ノーアウトランナー一塁という場面で外崎。第1打席はライトフライに倒れています。投げました、流し打ち、一二塁間への当たり、破った、ライトからサードへ、外崎いいバッティングを見せました。バファローズ同点のピンチを迎えます。投げた、149キロ直球、空振り三振、ボール球で仕留めました。次が4球目、打ちました、セカンド左へのライナー、これで2アウト、ランナーは一塁二塁変わりません。第2球投げた、打ちました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。山岡毎回ランナーを出していますが無失点に抑えています。4回の表が終わって1対0です。ライオンズ追う展開で迎える5回です。ワンアウトランナー1塁という場面で源田。次が4球目、149キロ直球、空振り三振、ボール球で仕留めました。第2球投げた、打った、これは強烈、入れば逆転だ、さらに伸びていく、ライトを見送った、ホームラン、逆転ツーランホームラン、白球は無情にもライトスタンドへ、ストレートを完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。バファローズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番西浦。最初のバッターボックスはセカンドライナーに倒れています。初球を打ちました、センター前進、ヒットになります。西浦ナイスバッティングです。これで2打数の1安打。第9投げた、低めギリギリいっぱい、ストライク、まずは見送りました。西浦走った、外れた、ボールを2塁へ送った、盗塁成功。
バファローズ大事な場面で盗塁を決めました。打った打球はショートの右、一塁送球アウト。バファローズなおもちゃん。同点で迎える6回です。ノーアウトランナー一塁という場面で中村、投げた打ったピッチャーライナー、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。一塁へ牽制球を送ります。第3球を一塁ランナー出た、打ちました、あっと引っ掛けた、打球はファースト後方一塁キャンパスの手前、取りました。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。投げました、打ちました、大城掴んだ、一塁へ送る、アウト。スリーアウトチェンジ。一塁ランナー外崎残塁に終わりました。6回の表が終わって2対2です。同点で迎える7回です。バッター西浦、第9球投げました、初球を打った、センター前に出る、取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バファローズ同点のピンチを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で中村、ひときわ大きな声援が聞こえます。タッチはアウト、盗塁を阻止しました。バファローズこの回ツーアウト二塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。8回の表が終わって3対2です。バファローズ追加点のチャンスです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で西浦、打ちました。第2球投げました、打ちました、センター方向に持っていきましたが掴んで、これで3アウトになります。バファローズ2アウト1塁2塁のチャンスでしたが、得点を挙げられませんでした。8回までが終了しまして3対2です。ライオンズ何としても得点を挙げたい9回です。バッターはスパンジェンパーグ。バファローズここは何としても打った、流し打ち、胸下がった、レフト前ヒット、スパンジェンバーグいいバッティングを見せました。さあ2アウトから同点のランナーが出ました。149キロ直球、空振り三振。バファローズ見事勝利を収めました。試合終了です。ご覧のようにこの試合はオリックスバファローズが勝ちました。勝利投手は山岡、西武はディクト。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。